見えない見えない見えない。なるほど。あ、眼球、これを投げる目玉投げて、ああ、大丈夫、ゼラチン状だから気をつけて。あれで、ね、これワン、え、待って、びっくりしたお前誰、君のその綺麗な手をいただく、安心して僕は君の味方だ。奥様、あなたの思い通りにはさせません。必ず決着をつける。動かないって。もう終わり、この人。ねえ。どうすればいいの、私。行って大丈夫？なんかいるぞ。大丈夫？お腹すいたっつってる。え？お腹すいた？あ、これでさ、さっき吊るされてた、あれ？いなくなってる。なんだ。吊るされてたさ、お肉どこ行ったっけ？こっちか、こっちの部屋か。こっちの部屋のさ、吊るされてたお肉を、チェーンソーかなんかで切ってきて、持ってきてあげればいいんじゃない？これ。これを、あ、ほら。極上生ハム。ちょっと腐ってるけど。これでいいんじゃない？どう？あれ？これをあげる。どうだ？よかったらこれ。焼いてないじゃん。ハムだからいいじゃねえか。そのまま食ってくれ。生ハムは苦手なんだよ。好き嫌い言うね、お前。お腹減ってんだろ。食え。焼けってことかい。お前。贅沢かよ。ここで、じゃあ、焼くぞ。焼きますと。多分、ジェムがもらえるんでしょ、これで。なんか多分、見逃しとかもありそうな気もするけれども、一応回収できるだけ回収しようぜ。よし、これでどうだ。これで文句ねえだろ。はい。持ってきたけど。よかったら。この匂い。オイラの好きな、焼きハムの匂いだ。これ、オイラってもしかしてオイラのことか。これがダストだったのか。めっちゃ食ってる。俺超顔色悪いけど。うまい。うまいよ。お母さんの味に似てる。顔色悪る、俺。お母さんの味には及ばなかったけど、なかなか美味しかったよ。ここに閉じ込められてから何にも食べさせてもらえなくて、腹ペコだったんだ。マリアはいつも地下に料理を運んでいたわ。あれはあなたたちの食事じゃなかったの？他のみんなは食べ物をもらってたみたいだ。でもオイラは。なんで？オイラ、いらない子なんだって。役に立たない欠陥品だから捨てられちゃった。どういうこと？これ、やるよ。赤くなってるぞ。オイラ、かわいいな、おい。美味しいものを食べさせてもらった。俺。なんだ、その。ありがとな。うん。お前もやっぱり死んでたんだな。ナプキンを手に入れた。これがお礼だと。これをどうすればいいんだ、私は。ナプキンを。汚れを取る。ために使うもんだけれども。これは壊れねえか。ダメだね。もしかして。閉じ込められた。どうしよう、開かないの？あれ？これさっきのやつ？え？何？え？私どうすればいいの？ねえ。え？え？あー、マジか！あー！うらーいけた！もうダメ？いける？いけた？お前かよ！おじさま！この先の通路がガラクタで塞ぎられてしまったので少し片付けておきましたよ。なるほど。そうだったんだ。
ありがとう。あれ？え？ん？なんかいっぱいいる？え？少女の姿をした人形だ。これ私にそっくり後ろ姿。修道女の姿をした人形が飾られている。これもか。何これ？間違い探しみたいな感じになってる。美しい人形の、あ、違う、女性の人形が横たわっている。っていうことは、なんだ？なんか若干違うね。とりあえず、先に進んだけど。神出鬼没とはまさに私のことかな。ところでこの扉を開く謎は解けましたか？やっぱり謎解きだったんだ。これは？連れてけるわけではないんだな。となると、これは動かせる。動かせるね。で、花をいけなくちゃいけないんだな。花？あらー、マジか。それを持ってこいってことか。これもしかして。で、あと首も持ってこいってことか。で、最終的に私がここにいればいいってこと。こんな感じで。あー、なるほどね。これはとりあえず元に戻す。で、これは、これダメなんじゃない？これ取り上げて、あー、で、あれに持たせるんだ。はい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 。で、花は、とりあえずさ、人形はこれでいいんじゃない？取れない？これ。あ、これか。あ、こういうことだ。マジっすか。人形の頭を手に入れた。花どこだろうな。とりあえずここに人形の頭を乗っけるでしょ。で、あと花だけれども、花どっかにあったっけな。まあ、花は多分どこにでもあると思うんだけど。こっちとか、ないかな。これじゃさすがにダメか。なに、お化けがいる。っていうことはいけないと。なんで？お化けがいるっていうことは別にそっちまで戻らなくてもいいよってことなんですよね、多分。花がね、となると、向こうの花を持ってくるとかダメ？ダメか。開かねえな。花。ここのやつを持ってくるとか。あ、なるほどね。量を変えちゃえばええじゃんってことか。じゃあ、ここに花束をいけると。で、最後にここで覗けばいいんじゃないかな。何かピンってなった。はいはいはい。特に怖いことは何も。向こうが起きた！なんで起きちゃった向こう。この先も謎が多そうです。謎解きか。あれ？もう寝てる。ダメか。特に壊れるわけでもない。とりあえずじゃあ先に進みましょうか。これは何でもないのかな。何でもなさそう。ん？僕の日記。お前の日記ってこと？バツガツバツ実。僕は生まれた。お母さんに寄り添って僕は眠っている。音が怖い。やめて。女性の彫像が横たわってる。こいつの日記ってこと？赤ん坊の彫像のようだ。これ絶対動き出す、これ読み終わったら。僕は生まれた。お母さんに寄り添って僕は眠ってる。あー。動かせってこと？こういうこと？マジか。そういうことかい。はいはいはい。よし。興味本位で生き物を、した。僕は、病みつきになった。僕の部屋には、いつも猫や鳥の死骸が転がっている。お母さんに見つかったら怒られる。
お母さんが出かけてる隙に、僕は死骸をタンスに隠した。なるほどね。あー、母ちゃんが出かけてるうちに、これ何？小鳥の死骸か。タンスに隠しちゃえばいいってこと？これ。これを隠す。はい。それだけ？これは？少年は退屈そうにしてる。これも隠せばいいってこと？はい。で？あー、これでさ、あれか、母ちゃんを見てないようにしなくちゃいけないってことかな。そういうことか。リセット、あ、できますね。よかった。これをじゃあ、出かけてるうちに、こっち側にやればいいってこと？あ、そういうことですね。これで開くと、OK。なるほど。だんだんと分かってきた。あれ？これもしかして母ちゃん殺しちゃった？生き物を、したことがお母さんにバレた。お母さんが僕を叱りつけてきた。うるさい。僕はお母さんを包丁で黙らした。お母さんは全身真っ赤になって倒れてる。綺麗な顔がもったいない。僕はお母さんの顔を拭いてあげた。お母さんの死に顔はとても綺麗だ。あれ？こいつもしかして？あいつか？さっきのナプキンをくれた。拭けるわ。っていうことはあれ必須だったのかな？あれ？包丁手に入れた。あ。使うわけではない。あれ？あ、で、包丁持たせるのか。なるほど。これ襲ってこない。大丈夫。大丈夫ですね。お母さんを封印した。怖くなって僕は逃げた。遠い遠い海の向こうへ。すべて忘れるつもりだった。でもお母さんの綺麗な死に顔が忘れられなくて、僕はまた人を封印した。いつしか僕は人間の死に顔を見ることが病みつきになっていた。どういうこと？死んでる。で、これは？少年はツルハシを握り少女を見下ろしている。こいつを殺せってこと？人形だよね、これ。あれ？あ、こっちか。マジか。超やだ。うわぁ！なんで何も言わねえの？いやーとか。だから殺して、やだ、殺して、私を殺して、来ないで、あそうなものはとりあえずって感じだけど、もうやだ、心臓が本当に痛い。もう足が動かない。ずっと階段降りてきたったもんな。行かなくちゃ。お父さんを助けなくちゃ。お父さん。あ、あ。
体力の限界か。少し休ませた方がいいですね。こいつは何なの？結局。味方なの？敵なの？親父は助けない方がいいっつってこいつも言ってるけれども。こいつは親父の何なの？母ちゃんと？あや、あやおいで。かわいい。お母さんあったかい。あや、目を閉じてごらん。なんだ？もう超癒される。あなたに幸運があらんこと。お母さん今のなーに？幸運のおまじない。あー、なんかあったね。幸運のおまじない？あやがこれから先、ずーっと幸せでいられるよう、おまじないをかけた。あー。お母さん大好き。お母さんいい匂い。お母さんがいつもつけてる香水の匂いだ。あれ？ふ？なんで？なんで私ここにいる？お母さんの匂いがする。あなたどうしてお母さんの匂いがするの？さあ。あ、え、それお母さんの香水？そ、いつの間に？返して、それはお母さんの形見なの。あ、あ、待って。これ何？犬の剥製？なんで？ああ、ここか。鍵がかかってる。何これ？え、そういうこと？そういうことなの？ちょっと待って。これちょっと待って、大丈夫？あなんでネズミで死んじゃうんだよ。マジか。一応こっからやってくれるのね。なるほど。これなんだろうな。さーっと言って、取って。これ大丈夫かな？ねえ。あれ？これ、ダメなやつじゃない？ダメなやつでした。これ下じゃなくて戻らなくちゃいけねえパターンか。オッケー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 。さすがに2回も死ねば大丈夫でしょ。もう大丈夫だから。はい。ここで回収する。で、戻るでしょ？待って。大丈夫だよね、これ。ね、大丈夫です。大丈夫。大丈夫です。はい、大丈夫。はい、大丈夫。おいで。大丈夫、怖くないよ。いや、お前目が怖えよ。この匂いダメだね。動物には評判悪いみたい。お母さんに顔せ返しで。うふふ、こいつは女？何がおかしいの？あれ？持ってないの？お母さんの香水どこにあったの？知らない。探してみれば。なんだなあの子、腹立つ。え、香水は？あった。多分これだ。どうやって隠した？あったお母さんの香水。よかった。帰ってきたわ、よかった。ああ待って。収まった。大丈夫？もういない？もういない。これ読みたかった俺。あれ？それだけ？それだっか？読めねえのか？読めねえみたい。あの白線何？こっちかも何もない？何もない。あービビった。普通出たら収まるとかそういうのあるじゃん。特に何もねえんだな。まあ、あの女の子も多分被害者ではあろう。けれど。はぁ、あ。はぁ、つっちゃった。え、これ、どうすればいいの？結局。ねえ、この先行ける？
行くしかないもんね。行ってみようか。あれ？あーやば！まとわりついてきた。これ大丈夫かな？ねえ、行ける？どう？は？行けそう！頼む！先に、お母さんの香水を、ちょっとだけならいいよね、お母さん。ここで使うと。これで、あいつらが逃げてくでしょ。多分。ほら。ほらーよしよしよし。そういうことね。ようやくわかった。なんかいる。なんで？何にもないか。入れる。めちゃくちゃあるじゃん。開かない。ここは？ここは開かない。ここは？ここは開かない。これはセーブポイントか。セーブすると。OK。2回セーブしちゃった。ドアノブが壊れていて、こちら側からは開けられないっていうこと。え？なんで？やめて、そういうの。なに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 ？あー、待って！やだー。